生、2、3年生混合ワードのポッピングシャワーと言います。よろしくお願いします。ですね、2、3年生同期バンドのポッピングシャワーと言います。よろしくお願いします。って言うんですけども、ちょっとね、誰が何年生の何学科の何ていう人なのか多分気になってるんじゃないかと思うんで、向こうから自己紹介をしたいなと思います。じゃあ学科と学年と名前をよろしくお願いします。看護学科2年の看護学科2年の津田千尋です。あだ名でいいよ。看護学科2年のちいちゃんです。お願いします。看護学科2年看護学科2年の愛媛です。よろしくお願いします。医学3年のロンドンです。お願いします。どこ行ったの？長野から。ロンドンです。医学3年のタクです。よろしくお願いします。ということでね、いろんな学科のいろんな学年のいろんな性別の人がいる。今日そうだから。こう入るといろんな友達ができるよっていうことですね。はい、そうですよね。ちなみに今日ですね、お昼にですね、僕たち勧誘をしたんですね。この新刊ライブ今日やるから来てくれって紙を渡して、来てくれるよねっつって、うんって言わせるまで返さないやつをちょっとやったんですけど、今日それをやられたよっていう人いますかね。おぉ、あんなに言ったのに。ありがとうございます。でも来てくれて、じゃあ全然関係なしに1年生の人どれくらいいますか。おぉ、ありがとうございます。よかったね。いいね。もう昨日はね、サークルがもう潰れちゃうんじゃないかという人がいなくて、いや、よかったです。じゃあ安心して次の曲に行きたいと思います。あれ、なんか言わせたっけ。みんなはあれだよね。あ、そうそうそう、 ありがとう。大事なことを言わせた。じゃあちょっとポッピングシャワーのメンバーに質問なんですけども、去年の新刊ライブは見に行きましたかね。ここの3、どうしたの。ここの3人が2年生なんですね。向こうから3人がで、去年1年生だったわけなんですけど、新刊ライブに去年は来ましたか。来ました。新刊ライブを見てアカペラサークルに入ろうと思ったんですか。はい、だそうです。じゃあ次の曲いきます。ないです。次の曲は生き物あかりのジョイフルをやりたいと思います。練習時間が短くて、ちょっとダンス、あれここ合ってないぞとか結構あると思うんですけど、そこも楽しく見ていただければと思います。あと最後の方にコール&レスポンス用意しているので、乗ってくれたら嬉しいです。楽しいこと始め。
4年生から行きます。